シリアシンフォニーはタリンクが保有しシリアラインのブランドで運行しているフェリーである。航路はストックホルム・マリエハムン・ヘルシンキ。バルト海沿岸にある2つの国の首都を一泊で結ぶ大型の国際フェリーであり、クルーズフェリーと呼ばれるほど豪華な設備を持つ。トゥルクのマサ造船所で建造されていたがバルチラの造船部門の破綻により引き渡しは数ヶ月遅延し、 1991年5月30日となった。6月1日にヘルシンキ・ストックホルム間の航路に就航した。シリア・シンフォニーは高コストではあるが後に一般化した中央部にプログナードを持つ最初期の船であった。姉妹船のシリア・セレナーデとの相違点として煙突はアルミニウム製であり、これによって軽量化がなされていた。この他の相違点として、 デッキ外側の塗装がライトブルー、煙突に描かれたマスコットの目が青、鮮明表示が白地に青となっている点が挙げられる。1994年9月28日のエストニア遭難事件に際し3番目に駆けつけた船となった。1996年2月7日にはストックホルム近海で座礁、12月にはエンジンを窒素酸化物の 排出量を抑えた新型に交換した。1999年6月には EU の税制変更により免税対象から外れることを避けるためマリエハムミが寄港地に追加された。2001年8月6日、冷却水の取水口に魚の群れが絡まり加熱したエンジンが停止した。これによりヘルシンキへの到着が1時間半遅れることになった。 2004年にはフィンランドの S グループのためにタリンからの特別クルーズが2回も要され、翌年1月にも同様のクルーズが行われた。2006年1月から2月にかけてタリンクによるシリアライン買収に伴う内装の改装がナーンタリで行われた。2007年9月マリーエハムンにてボーリングチューブに衝突60万ユーロ相当の損傷となった。 14層のデッキからなる。ありがとうございます。